お、ハモーニー。最近タコスを食べると秒速で眠りに落ちるんだけど、タコスって睡眠剤か何かなの？目覚めて期限が切れかけの焼肉セットがあるのを思い出し、晩餐するか。昼寝して起きて肉と酒摂取するなんて罪深すぎて最後の晩餐だよって気分です。マイクラでね、日々こんなに豚を惨殺してるから十字架背負って当たり前か。今日は寝起きなのでレモンサワー。いろんなタイプがあったのでワクワクさん、いや、いいとワクワク食うってワクワクって感じです。キャットもね、お昼寝していました。なんかでかっ、ゴロリくんぽじですね、君が。いつのかわからん焼肉のタレ、謎のね、塊がドロドロ出てきてちょっと怖いです。牛バラ、豚トロ、牛肩ロース、豚バラ焼いたるでー。プロポーズは肉の花束を渡されたいですね。もうこれ肉が咲き誇ってるじゃないですか。いや、牛肩ロースから焼いちゃいます。焼肉を焼く機械を出すのがもうめんどくさくなったので、フライパンで直接焼いていこうと思います。肩幅を持って生まれてきてくれてありがとう。ちなみに私は投げ肩なので、すぐ肩掛けバッグだとなんか落ちちゃいます。どうでもいいわ。肩幅グッデイ。焼けば見栄えは違えど味は同じだからです。米のフツンの上に肉をウェイティングさせて、まずは塩レモンサワーを注いでいく。やっぱり夏は塩分不足で熱中症なんてこともあるので、体に気を使って塩レモンから開けることにしました。冷蔵庫で冷却したちびまるグラスに注いでいく。ジャブジャブドンブラコー。寝起きの乾杯。ごくごく。おいしい。目覚めの味がする覚醒臭、スタメン入りさせようか悩みます。寝起きで食う肉、味覚がまだ冷め切っていないので美味しさの情報処理がしきれていない。多分今のワイの下はガラケーでアイモード受信中くらいに伝達速度が遅れてます。ちなみに私ずっとキッズ携帯にされていたので、ボンバゲーも何もできませんでした。美味しい。台所で焼きながら食べるというスタンスは最強の時短と効率化が図れそう。第2陣焼いていきましょう。ちびまる子ちゃんクラス、あららの呪文、爆笑問題、あららかたぶらつるりんこからの、両手で食べ放題知らん人は聞いてみてな。トントロ焼いていきます。セブンでも登場したトントロスモーク、あれ美味しいですよね。コリッとした食感とじわっと溢れる豚味が最高なんですよね。2本目は味変するレモンサワー。これどこかの動画にて風呂入りながら飲んだ記憶があるんですけど、説明を1ミリも読まなかったせいで味の違いが全く分からなかった。トントロの油っぽさをレモンサワーであららかたぶらコロボックル流していきましょう。意外とキッチンで飯食うと熱いんですね。レモンサワーだけどあまりおすすめしないかも。ゆでだこになる前に肉全部焼いたろっす。どうせ全部焼くんだからという理由で全灯火。打ち上げ花火で言うフェニックス開幕。やっべ、異物混入したのでさっとなかったことにします。肉の最後を見届けていく。今年は長岡行けなかったので肉を打ち上げていくよ。一人でな。この味が変わるレモンサワー、確かに最初はなんかすっきりしたレモン感あるかもしれないですね。確かに飲み進めると濃厚なレモン感があるかもしれないです。なんすね、私の舌はマクドナルドで鍛えられて、バカ舌なので、ちょっと細かい味の変化とか、美味しさっていうものを認知することができないものですが、美味しいですね、やっぱり。レモンサワーは何も目。多分ね、ストロングゼロとは生きる世界が違う感じはしますね。どちらかといえば、なんか、タルハイとか、レモンドーとか、そっち寄りの感じがします。まあ、割と王道かな。なんか、酸っぱさもあり、レモン、ぽい、このなんかレモネードっぽい、こうマイルド感もありっていう。焼肉という形を壊して一気に全部焼いた肉をどうやって食べていく私。
ニックたちは最後の栄光のシーンを異色体にされて腹が立ったのか、この後に悲劇は起こったのだった。前の方を見てせせら笑うちびまる子はきっと未来が分かっていたかのようにも思える。トントロの焼き具合が甘かったのか、この後盛大に腹壊しました。エバッチがおめでとうって煽ってきた。おしまい。本日もご視聴ありがとうございました。なんでですかね、何がいけなかったんだろう。焼肉のタレか、トントロがちょっとうまく焼けてなかったのかわかんないんですけど、めちゃくちゃ腹壊して最後のなんかアイスティーレモンサワーみたいなやつ飲めずに終わりました。うん、こういうこともあるので皆さんも気をつけてよく焼いてください。一枚一枚丁寧に、呪われないようにね。ほんじゃバイバイ。